ことの葉の庭は、新海誠監督のアニメーション映画。2013年5月31日公開。キャッチコピーは、愛よりも昔、恋の物語。星を追う子供から2年ぶりとなる、新海の5作目の劇場用アニメーション映画。新海の初めての恋の物語と銘打っており、万葉集を引用している。万葉集の表現の研究者である。 クラスミカオルが協力している。背景は雨が重要な要素を担っている。雨は三人目のキャラクターと言っていいくらいウエイトがある。と深海は語っていて、シーンの約8割が雨のシーンで構成されている。2013年5月31日より日本全国、台湾、香港、中国大陸で同時公開となり、公開日より劇場限定で、 ブルーレイディスク DVD の先行発売が行われている。一般発売は6月21日、iTunes Store でも公開日より配信されている。当初の予定では劇場を公開する予定はなく、配信や DVD のみの小規模な短編作品の予定だったが、最終的には劇場公開という形になった。 月刊アフタヌーン2013年6月号から12月号まで、元橋緑作画による漫画版が連載された。また、メディアファクトリー館、ダヴィンチ2013年8月号から2014年4月号まで、小説版が連載された。同誌は、秒速5センチメートルの小説版も刊行しており、執筆も同様に、新海誠自身が担当する。2013年2月に、 野村不動産グループプラゾボックス感謝祭にて公開された新海が監督したショートフィルム誰かの眼差しが同時上映で公開。このショートフィルムは DVD やブルーレイディスクには収録されていないが2013年9月5日から2014年1月12日まで YouTube で公開されていた。7月6日にはアメリカ・ロサンゼルス開催のアニメエキスポで 7月19日には、プチョン国際ファンタスティック映画祭でプレミア上映された。2014年5月18日には、英国映画協会が主催のロンドンで開催されるアニメーション映画祭、アニメウィークエンドにて上映。2017年3月4日、君の名は、のヒットに伴う、新海誠特集第一弾として、テレビ朝日系列で地上波初放送された。 また2018年1月2日深夜には、君の名は、の地上派発放送を記念して2度目の放送が行われた。いずれも関東地区のみの放送だった。劇中で高尾が雪野のために作った靴は実物も制作されていて、劇場などに展示されている。商品化の予定は不明。モデルとなった新宿御苑のベンチ。本作の最後で、 新宿御苑がモデルであることと、実際は飲酒禁止という注意書きが表示される。靴職人を目指す高校生の高尾は、雨の日の一元は、授業をサボって、庭園で靴のデザインを考えていた。ある日、高尾はそこで昼間からビールを飲んでいる女性、雪野に出会う。どこかで会ったかと高尾が尋ねると、雪野は否定し、万葉集の短歌。 雷神の少し響き見て差し曇り湯も振らぬか君を止めむ、を言い残して去っていった。こうして、雨の日の午前だけの二人の交流が始まる。高尾は、靴職人になる夢を語り、味覚障害を患う雪野は、高尾の作る弁当の料理に味を感じられるようになる。ある日、雪野は、高尾に、靴作りの本をプレゼントし、高尾は今作っている靴を、雪野のために作ることにする。 その後、梅雨が明け、しばらくの間二人は会わなくなる。二学期になった夏のある日、高尾は学校で雪野とすれ違い、雪野が古文の教師だったこと、生徒の嫌がらせによって、そして首謀者で三年生の女生と藍沢に会いに行くが、からかわれた高尾は藍沢の方を叩き、その取り巻きの男子生徒に帰り討ちにされてしまう。庭園に向かった高尾は、 雪きと出会い、万葉集の返し歌、雷神の少し響き見て振らずとも我はとどまらぬ妹、しとめばを口にする。互いの立場を知って戸惑う二人だったが、急な土砂降りにあって、二人で雪きののマンションへ行く。雪きは濡れた服を乾かしながら、高尾は二人分の料理を作りながら、二人とも今が一番幸せだと感じる。そして、ゆきへの好意を口に出した高尾に、 雪野は地元の四国に帰ることを告げる。雪野は部屋を出た高尾を追いかけ、お互いの気持ちをぶつけ合う。季節は変わって冬、四国でまた教師となった雪野からは手紙が来るようになっていた。高尾は完成した靴を手に庭園を訪れ、雨の日々を二人とも歩く練習をしていたのだと、回想し、もっと遠くまで歩けるようになったら、雪野に会いに行こうと思う。 固有の役はないが、深海作品常連の声優、水野りさは本作でも出演している。これまでの深海作品とはややスタッフが異なっていて、前作までのメインスタッフだった、作画監督の西村隆代は原画のみ、美術監督の丹治匠は美術背景のみで参加し、音楽の天文は参加していない。深海作品で天文以外が音楽を担当するのは、 自主制作時代を含め初である。星を追う子供では、土屋健一は作画監督を、共同担当、滝口博士は、美術背景で参加した。ダヴィンチ2013年8月号から2014年4月号まで連載された小説版の単行本。映画版では描かれなかった、登場人物たちの過去や心情を描いた内容と、 なっていて、わずかしか登場しなかったキャラクターにも大きく焦点が当てられている。単行本化に伴い書き下ろしも追加されている。また2018年11月6日から原作小説をオーディオブック化したオーディブル版が配信されている。朗読は、入りの自由、花沢香な、前田剛、星野隆則、小松美香子、平野文の計6名がそれぞれのキャラクターを担当しており、 各話ごとに区切った文冊版も配信されている。ありがとうございます。